よし、やっていきましょう、スプラトゥーン。今日は新しいガチマッチが始まるということで、頑張って早起きしました。やっていきましょう。超眠い。はあ、ハイカラニュースの時間だよ。みんなご機嫌いかがですか。ハイカラニュースの時間だよ。いつものステージ発表の前に臨時ニュース。どうしたどうした。お、神様が動き、あ、もうフェスもあるんだよね。もうフェスの内容ちょっとね、公式ツイッターで見てしまったんですけれど、ピンポーン、近日中にフェスが始まります。お題はお題は、ちょっと待ってね、フェスのお題降りてきます。どんがらがしちゃん、どんがらがしちゃん、どどどどどんどんどん。はい、なんでしょう。それでは発表します。こくり、じゃらじゃらじゃら。今回のフェスのお題は、お、自分を例えるなら、対決、キリギリス、アリとキリギリス、もう有名な童話ですわな。あー、なるほどね。難しいね、これ。自分を例えるならでしょ？どっちが好きかとかじゃなくて。対決するのは、嫌なことは後回しのキリギリスと、嫌なことでもコツコツと片付けるアリ。どっちかって俺コツコツ派かな。うん、なんかね、後になって一気にやるとかもうめんどくさいじゃん。逆に夏休みの宿題とかもさ、最後にさ、なんか31日後にさ、なんかすげえ苦労するよりも先にやっちゃった方が楽じゃない。なので私は完全にアリタイプなんですけれど、絶対キリギリス多いんだよな。でも最近はキリギリスタイプになってきちゃってるかもしれないな。コツコツっていうよりも、まあ明日があるから明日やればいいかな。明日やれば、明日やろうはバカ野郎なんですけれど、どっちかっていうとキリギリスかもしれないな、最近は。どっちかって、今回は私から言わせてもらおう。どうしたの、ホタルちゃん、積極的になって。前回勝ったから調子に乗ってるの？夏休みの宿題やってる？う最後の1週間で本気出すし大丈夫。どうせ夏休み最後の1日でやるんでしょ。私はもう全部終わらせよ。ホタルちゃん、ホタルちゃん宿題あったんだ。夏休みの宿題最後にまとめて、歯はキリギリスでよろしく。はじめ宿題早いところ終わっちゃう人はあり。あ、宿題のことで、まあ普段じゃなくて宿題か。いやー、絶対最後にまとめて歯が多いわな、これ。じゃあ私は、じゃあアブさんの中の人はありだけど、アブさんはキリギリスにします。はい、じゃあキリギリスでいこう。というわけで皆さん、どちらかに投票よろしくね。投票したらフェスティ借りられてるかカスタマイズでチェックやろう。わかりました、お願いします。アップデート情報です。はい、なれなんね。これで新ステージ、じゃなくて新ガチマッチ、新しいルールが追加されたよん。お、かっこいい、この画面、ガチ歩行バトル。ガチマッチで遊べるようになったからお楽しみに。一回よろしく。はいはい。で、現在レギュラーマッチはこちら。ドドドドドン、箱フグ倉庫。あー、ここで結構遠くへ、うん、大好き。ピーバスパーク、これちょっとね、ローラー結構きついんだよな。天井に登ればいいんだけどね。うん、でガチマッチ、そう、今回のステージですよ。これ重要。モズク、モズクはダイナも結構得意な方だよな。モンガラキャンプ場、モンガラキャンプ場。ここか、ここ裏取りされちゃうから怖いんだよね。じゃあやってみましょうか、ちょっとガチマッチね。やだなぁ。ちょっと私今ね、一応ね、S プラスまでは行ったんですけれど、他の武器使ってたらね、S まで落ちてしまいまして、で、このフェスのために S プラスまで戻そうかなと思ったんですけれど、初めてのガチマッチで S プラスはちょっときついかなと思って、あえて S のままにしときました。はい。まあ、一回70に落とされた後、一回負けちゃったんですけどね。69になってしまいましたけど。じゃ武器は、まあちょっとダイナモで行こうかな、せっかくだから。ね。うん、装備とかどうしようかな。まあ、いつもの装備でいきたいと思います。どんな感じなの？ちょっとルールがいまいちまだ分かっていないんですけれど、どうしようかな、これ。安全シュートにしとこうか。ね。安全策で。いきます。で、アバターをちょっと女の子にしてみました。あのね、イカ娘ちゃんの装備が出て、ちょっとね、男ダサいのよ、あれ。めちゃめちゃ。男が着るとめちゃめちゃダサかったんで、ちょっとね、女の子にしました。イカ娘用に。はい。ちょっと散歩してみようか、ガチホコバトル。モズクの多分ね、ステージ違うと思うんだよね。今回さ、アップデートでレギュラーマッチとガチマッチのステージが全然変わっちゃったんで、何あのお立ち台みたいな、これこれが、え、これに乗ると変わらない。あ、あそこにある、あれをここの台まで、敵のところのこの台まで持っていけばいいって感じか。え、超ムズくね。いける、よいしょ、行ってみましょうか、登って。すげえ神々しい。制限時間5分なんだね。うわ、すごっ。
かっこいい、めっちゃかっこいいやないですかこれ。これを相手陣地まで運ぶと、ちょっと取ってみるよ。取るとなんかね、武器とかも全部変わるらしいんだよね。よっ、あ、これ壊さなきゃいけないやつ、あ、あれか、ストーリーモードでやってたやつと同じか、電池玉と。おー、すげえ、ダイナも3月で壊れると。で、これを取ると、お、60出てるよ。おお、おお、すげえ、完全にスーパーショットじゃん。スーパーショットの遅いバージョンみたいな感じ。でもこれ濡れないのか、いうか、あ、濡れるね。移動遅っ、足も鈍速になり、イカ速度も、あ、潜るのも遅くなると。でもこれ攻撃できるんだったらそこまで、うん、これを奪われないようにゴールへ持っていくっていう、そういうルールなんだよね。なるほど、塗り範囲も結構広いし、これいけるんじゃないか。で、ここまで持っていったらクリアってこと。あれ、なんもなんない、撃てばいいんだ。ああ、多分ルール上だとピカーンとかなんか光るんだろうね。なるほど、これ矢倉より難しいかもしれないな。絶対これさ、みんな取りたがらないよね、矢倉と一緒で。矢倉に乗らない勢が絶対これ取らないわ。ああ、なるほどね。俺ちょっと積極的に取っていこうかな、今回。じゃあみんなが守ってくれるみたいな、そういうパターンもいいかもしれないね。よし、ちょっとやってみましょうか。やってみないことには分かんないわ。どういうこと ?60 秒経つと爆発しちゃうの?なるほど。じゃあ60秒以内に敵陣地まで行かないと爆発試算してしまうと。これ良かったね、予習しといて。わからなかったらずっと俺隠れプレイしてたわ。これギアとかどうなんだろう?イカ忍者装備してたら見えなくなるのかな、潜ってたら。そうしたら居場所がわかんなくなるような気もするけど。でも持ってたら分かっちゃうか。多分持ってたら、だね、画面上に映っちゃうね。じゃあ潜みプレイは通用しないと。分かりました。でちょっとやってみましょうか。あ、びっくりしたわ今。おっ、もずく農園頑張るぜ。ダイナモの力の見せ所だね。さあみんなどう出るんだろう。いや、まずは中央だよな。中央に行ってがっつり行って、行くと、行きます。よいしょ、どこいしょ。で、お、いいね、いい塗り具合。まずは真ん中を破壊することだね。あれ、破壊するとなんかインクが飛び散るみたいだから、それをうまく利用して。よし、いいね、かなり有利に進められると思う。マジか、おら、オッケー、ナイス。で、取って、マジ、あー、くそ。なるほど、一定時間経つとまたバリアが張られちゃうのね。なるほど、これはまずいぞ。スプラッシュボム、ボムも結構有用なんだな。これダメージ量よりも打撃数で決まるのかな。だったらスプリンクラーとか置いといて、補助に置いとけばかなり使えるかもしれない。どこいる、そっか、ちょっと待って、まずいぞ、この位置はまずい。トルネードでやられちゃう。おら、よし、いくぜ、怖い、おらおらおら、よし、ナイス。で、死にくそれ、おらっしゃい。あ、っはっは、まずい、この位置はまずい。あですよね、あれね、トルネード、あのスーパーショットですか、なんつうの、あのぐるぐる回ってるやつ、あれの中って視界がすごい悪いんで、敵からね、俺の位置が分かりにくいんだよね。だから狙いやすいっていうのはあったけど、先にあっちの矛の方を狙うべきだったか。いや、でもあの二人を倒せなかったらダメだったよ。おらそんなバリアなど横から攻撃された意味がないのだよ。死にくさ、あーもうロラメ、そんな芋隠れてやがってこの野郎。ローもうカギソミローラーはほんと怖いわな。さあ、まあ今のはただ視覚から攻められただけっぽかったけど、これいる、なんかいるっぽくない、怖いな。いけるか、よし、いきます。で、どこ、どこだ、そっちか、やべ、見失ってた。やばいぞ、やばいぞ。よし、オッケー、ナイス、取り返して、取りたい、俺にも取らせて、あ、くそいるね、バカめ、あ、まずい、どこいる、わかんない、くそ、見失う、見失う、そこか、よいしょ、くそ、まずい、この位置はまずい、よいしょっと、上に登って逃げたいけど間に合わないよね、さすがに無理だ。そう、もうちょっと緑が地面あったら避けられてたな。ダイオウイカはもうね、かなり使ってきたんでね。よいしょ、さ、どこだ、そっちか、まずいよこれは、あ、くそしかし道連れにした一人。さあ、残り4だからな。でも勝てる勝てる、いいね、これさ、ペナルティーとかがないから、そう、いいね。よし、ここら辺ジジンを、ここ塗られてるとちょっとまずいんだよね、一気に攻められた。多分上から来るよね、来てるね。そこから、うっしゃー、ごめんね、あ、俺が倒したわけじゃなかった。しかしダメージを与えたぜ。さ、どうすっか、あ、危ねえ。そう、落ち着いて逃げて、敵の位置が、敵の動きがうまい。よし、今のうち、よし、行きます。俺が攻める、まずいぞ。あ、もうローラーのバカン、あと2フレームぐらい早かったらあれが爆発してローラーもぶっ壊したのにな。そう、悔しい。さ、まずいぞ、これはかなりまずいぞ。ちょっと急ぎましょう、あと2分か。
待て、わーん、攻撃やめて、その攻撃ずるい。上から行くか、上から、よいしょ、ごめんねー、ナイス、トゥケール、おら、よっしゃ、あ、まずい、あこのトルネードショットも結構強いわな。お、ナイスナイスナイス、いいぞー、いいね、勝てる勝てる、いきます、攻めて、あ、でも2人やられてんのか、今、守り来てから、ここでジャンプはさすがにきつい、うわー、マジか、死に腐れ、届かない、やばい、あー、くそトルネードもなー、なんか連続して打てるトルネードショットみたいな感じだからね、強いわな。まずい、一人しかいない、これまずいぞ、やばい、全滅フラグが立ってると、そこで死に草リッシュ、そんな無防備で来たらダメだぜ、まずい、怖い怖い、で壊せば勝てる、壊せば勝てる、やばい、投げ気力で勝てない、まず待て、ちょっと回復して、やばい、あーっさすがに3対2じゃ無理だな、インクの量でも勝てない。さあやっぱインク効率アップをつけた方がいいのか、しかしまずい、これは俺一人で防衛しなきゃいけない感じ、あーですよね、そりゃ無理だ、3対1は絶対無理、回り込んでて、あー、まあ、やばい、これまずい、上からこの野郎、くそダメか、あー悔しいわー、残り4だったのに、後半ちょっと動きがかなり鈍ってたな、ちょっと顔洗ってきますちょっと目覚まします、もうマジ悔しい、ちょっともう一戦だけやります、絶対勝つ、あー悔しい、お、またもずくね、リベンジにはふさわしいね、顔も洗ったしレッドブルも飲んだんで本気出します、絶対勝つ、口数少なくなるかもしれないけど絶対勝つ、勝つことだけに重点を置く、実況なんかしてたら勝てないんで頑張りますいや大丈夫、実況してても勝ちます、ピンチになったら実況しません、お先に断っておきます、これどうなんだ、上からやっちゃった方がいいのかな、下のね気配も確認しつつ、まずいぞこれは、ここいるね、バカクソ、オッケーいいね、こんな不意打ち声の時は私は倒せないぜ、さあこれは勝てそうな気がする、インク塗りで、よしよし、いいぞダイナモン、あ、俺取りたい、ちょっと取らせてよ、俺にも触らせてまだ一回も触ってない、そこにさよなら、こいつ全然穴子のガトリングが、あ、味方かと思った、敵かと思った、色塗り進めて、いいぞいいぞ、さあどこだ、こっちか、いいねいいね、敵も3人、これ勝てるんじゃないか、一気に攻めて勝っちゃおうぜ、まずい、これは死にくそレッシュえっ、もうどこにいた、くそー分かんなかった、でも2人倒した、オッケーオッケー、よしいいぞ、これ持っていけるんじゃないか、一気にいけるか、頑張ってローラちゃん、ダメか、あーダメか、仕方ない、よしガンガンいくぜ、あまずいね、トルネード怖いわマジ、ダイナモちゃんはそういう動きが苦手、さようならっとそんな小規模な動きじゃ俺は倒せない、ごめんなさい、許してください、調子に乗りました、よし、いいぞいいぞ勝つ、まずい、あ、大丈夫ね、オッケー、先に倒しとくか、よいしょ、オーケー、いいね、一人でも倒せばオッケーだよ、いける、味方が強いからガチ保護したいだ、行ってしまって、行ってしまって、俺もぶっかけたい、俺もぶっかけたいな、それでこれいけるか、オッケー、ナイス、安全な時しかジャンプしないで、相手は本物のトルネードか、スーパーショットは俺が防ぐ、まずい、よし、OK、で、よいしょ、ごめんね、さあ取りたい取りたい、俺に取らせて、今度こそ俺に取らせて、頼みます、一回でも触らせて、もううざいんだよお前この野郎、あ違う人だよ、ごめんね、あなんだよその爆発、どこで死んだの俺、わかんない、死因がわからないって一番辛いわ、なんであの世行った時さ、君なんで死んだのって言った時さ、言えないなんて悲しいじゃん、俺に死因を分からせて、お願い、いいぞ、窒息死とかね、こんな感じかな愛に埋もれてしまうと、こんな感じ、こっち来てる、来てないかな、行きます、あ、まずい、あー2歩、3方向か、それはきついな、さ、これまずいぞ、バトルスピナーちゃんが盾を持ってるからね、あの盾が、しかしモズク農園みたいな広いところだと盾ってあんまりね、効果を発しないんだよね、さ、いいね、ナイススーパーセンサー、よし、じゃあ行って、やっぱりダイナモちゃんはねこういう広い場所で進化を発揮するんで頑張ります、よいしょ、足場をねうまく作ること、あぶね、ま、それ敵かと味方かと思ってた、まずいぞこの用はまずい、爆発しちゃうんじゃないか、頼む回復させてみんな、よしナイス、取りたい、取らせて、俺に取らせてくれ俺に触らせてくれ、その太いの、よし勝てる、いける、よし、そんな遠くから攻撃してるようじゃ俺様は倒せねえぜ、やっとぜ
やったー、解消ありがとうございます。いや気持ちいいね、これ面白いわ。ちょ、触れなかったのがすごい不本意ですけれど、私に触らせてください、お願いします。じゃあ今度から積極的に取りに行こう。14キル、ありがとうございます。